こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品を高く売るコツがわかりません。高く売る秘訣を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。この動画では、私のコンサル生から質問がありましたので、説明させていただきます。まず、なぜ商品が高く売れないのか。それは、 安い商品ばかり売っていて、高い商品を売っていないからです。例えば、カメラならカメラ、家電なら家電なのですが、高い商品の購入希望者は、とにかく高くて良い商品を何個売ってるかの数字ですね、を見ていきます。なので、ここが非常に重要な部分になります。 それと、評価です。必然的に評価が良いということは、良い商品を売っているということなので、これがね、非常に当たり前のことになるかと思います。それと、今現時点での価格が高いと売れません。なので、ぜひね、この点に注意して売っていただければ売れるので、ぜひ試してみてください。 LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録したいニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。